ネアモニ修道院前景ネアモニ修道院にある聖堂内部モザイク遺コネアモニ修道院はギリシャ共和国のヒオス島にあるギリシャ聖教聖教会の修道院である。設立は11世紀で中期ビザンティン建築を代表とされる聖堂と11世紀に作成された当時の姿を留める貴重なモザイクが残る。1 9九十年他の二つの修道院ともに ユネスコの世界遺産に登録された。ネアモニ修道院は魔法を使うと噂された修道士ニケタスとヨアンニスによって創建されたものである。彼らは1035年から1042年にかけてヒオス島に近いミティルニ島に追放されていた貴族コンスタンティノス・モノマコスが皇帝になることを予言した。そして予言通り彼が1042年に コンスタンティノス旧世として定位につくと、税金の免除や建築物の贈与を受けることになったと、される。しかし、修道院自体は1042年以前に、設立されていたようで、ニケタスとヨアンニス、そして、ヨシフが、聖母の遺婚を発見し、これを敬うために、生新助制度を混流したことに始まるとされる。テオドラとゾエによる寄進もすでに行われていたらしい。ともかく、 彼らは、コンスタンティノスの関心を引くことにも成功し、首都に今を移して、活動を行った。当時のコンスタンディヌーポリ総主教ミハイル一世に影響を与えることもあったようである。現在の中央制度は、近印直所からコンスタンティノポリスの建築家によって建設され、着工はおそらく1043年、完成は1055年から1056年の間に、なされたものと考えられる。 ニケタスとヨアンニスは皇帝から首都のいかなる制度の形式を真似ても良いとの言葉を得て聖首都制度の小さい制度を真似たと伝えられている。これはおそらく聖首都制度に付属するコンスタンティヌスの霊病であったらしいがこれをそのまま真似て建設したかどうかについては定かでない。ギリシャ独立戦争最中の1822年に修道院は火災に遭いこの時に 中央聖堂のドームにあるモザイクが喪失した。独立戦争時、日を筋までは独立派による住民の虐殺が行われるほどの状況にあったが、修道院は完全に消失しなかった。しかし、ドームは1882年の地震によって崩落してしまい、後に再建されたが、オリジナルに忠実でないものになってしまった。ネアモニ修道院の中央聖堂は単純計、 スクインチ式と呼ばれる形式の境界道である。ドームを支えるために、スクインチを採用している点はを使用すルカスの中央制度と同じであるが、押し押す、ルカスが高いアーチで、開放的な作りであるのに対し、ネアモニの中央制度はアップスへ続くアーチが低く、中央ホールのドームをより強調した作りになっている。また、押し押すルカスのスクインチは4つであるが、ネアモニでは、 アーチ部分もスクインチを形成するので、8つのスクインチによってドームを支えている。ドームは19世紀に再建された12角形のものだが、本来はスクインチによって形成される八角形の上に、9角形のパンプキンドームが乗っていた。これは、天心の旧位階を示すために形成されたためと考えられる。このドームについては、完成してから、 モザイクの画題が考えられたのではなく、モザイクの画題が先に決定しており、これを満足させるように変形されたらしい。ネアモニの中央聖堂は、至る所モザイクによって装飾されている。うちナルテクスには、小道具に、聖人の目第四に取り巻かれた、聖母をはじめとして、エルサレム入場、聖霊降臨、ラザロの蘇生、キリストの昇天、戦足、ゲッセマネの祈り、 ユダの裏切りが描かれるが、内地に入り口部分のモザイクについては大部分が失われている。中央ドームを支えるスクイン地には、キリストの生涯を題材としており、精神上福音、交坦、言説、洗礼、変容、卓形、十字加工化、復活のモザイクが施されているが、交坦については現存しない。復活のソロモン王は、髭の生えた人物として描かれているが、 これは、ビサンティン美術では大変珍しい措置で、モデルは、修道院の寄進者であるコンスタンティノス・モノマコスで、あるとされる。スクインチットドームの間のスパンドレルには、四福音記者とセラフィムが配された。アプスには、精神女が描かれているが、座像ではなく、立像になっているのは珍しい。これは、修道院設立時に発見されたとされるイコンと同じ、図像であったようである。 その両脇には、それぞれ大天使、ミカエルと大天使、ガブリエルの上半身が描かれる。ありがとうございます。